海と日本プロジェクト in 山梨では、私たち推進リーダーが海へとつながるイベントや活動を紹介していきます。海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。夏の夜空を彩る花火、綺麗ですね。今日はこういった華やかな花火大会を裏から支えるボランティアの皆さんを紹介します。山梨市で開催された納涼花火大会、毎年その翌朝必ず行われるのが清掃活動です。今年は海と日本プロジェクトと協力して行われました。このゴミ拾いは花火を打ち上げた笛吹川や観覧場所の土手、そして露店が立ち並んだ会場などをボランティアの方が手分けしてゴミを拾いました。こういうゴミもらいます。はい、お願いします。今回ボランティアで参加したのは地元住民や山梨市内に会社のある皆さん、およそ100人の方が朝6時から1時間かけてゴミを拾いました。ゴミ拾いの感想はいかがですか？ゴミの量も少なくなってますので、皆さんゴミを持ち帰る意識が高まってるんじゃないかと思います。昨日花火大会も来てやっぱすごい感動したんで、だからこそこういうところをきれいにしてこそああいう花火大会ができると思うんで、はい、大事だなと思います。きれいだと皆さん気持ちいいじゃないですか。この地域はこういう川とか林とかがたくさんあるわけですけど、こういうところがやっぱりゴミ拾いをしてきれいにしていくってことは、こう日本全体をきれいにするってことにつながるわけなんですね。特に川っていうのはずっと流れてきては海につながります。これもみんな一連でございますので、皆さんでそういうように心がけていければこの日本もきれいになるんじゃないかなと思います。美しい花火は川や自然を守りたいという美しい心で守られていたんですね。海と日本。